はい、えー。今のはですね、このように入力してもらって、で、ファンクション8で実行すると、ここで1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回で終わりという感じですね。で、これも実行して、 で、エクセルの方に戻ってもらうと、えー、このようにですね、えー、表示されますということですで。次に二重ループですが、二重ループはちょっと次に紹介します。 はい。二、え、重、ー、ループはこのような感じで、えー、入力してもらって、で、同じようにですね、えー、1回目はあ1回繰り,繰り返すと。で、2回目はあ2、2回繰り返すというですね。それ3回目は3回繰り返す。4回目は4回繰り返します。 5回目は5回繰り返します。で6回目は6回繰り返します。という感じですね。で、今、あわざとちょっと大きな値。まあ、例えばあ、これを拡張すれば100でもそのままできるので、100回までやってますけども、100回まででもやると瞬時にこう終わってですね。 それでこんな感じで100まで非常に大きな三角形がこうできますということです。このようにですね、まあ、繰り返しを使うと、あと数字を変えるだけで回数をもう何回でもできるので、もちろん何万回、何十万回ってやると非常に時間が変わりますけれども。 このようにですね、まあ、繰り返しをマスターするとですね、非常に大きなことも簡単にできますので、えー、まあ非常に便利だということですね。はいえー、まあ今日はあのできるところまでで結構ですので、説明だけちょっとしちゃいますけれども、その次に、法文と法文の繰り返しというのがありました。 これはちょっと後ほどやりますけども、次に平方根の数表という例題がありますで。こちらはですね、ステップというのを使うということですね。でこのように t というのを0から0.5刻みで 0, 0.、0.5、1, 1.、1.5、2, 2.、2.5、3, 3.、3.5というふうに増やしていたときに t の2乗、t の3乗、 で t の平方根というのを求めて、それのこういった表を作りましょうと、そういう例題になります。で、プログラムはあこのようになるんですけども、えー、今度は0.5刻みですので、シングル型で t というのを宣言しています。このようにですね、制御変数はあ必ずしも整数ではなくても、お ちゃんと動いてくれるというのが、この VBA のいいところですね。それで、えー、カウント変数というのを別に設けて、でカウント変数は表示するときの位置を示しますので、えー、カウントというのを作りますで。カウントは2行目から表示しますので、カウントは最初に2に長期化をします。であと、表題のところですね、1の1には t。 1>, 1の2には t の2乗、1の3には t の3乗、1の4には t の平方根というふうに出して、あとは方分で回すだけです。で、4の t イコール0と10のステップの0.5ということで、えーまあ、0.5刻みでステップというのを指定することができましたというですね。であとはあ、セルズのカウントの1のバリューで、 t というのを表示する。それからセルズのカウントの2で t の2乗というのを表示する。それから t の3には t の3乗。で、最後4には平方根。sqr というだけでも平方根は求まりますので、sqr の t というふうに書いているで。あとカウントを足しながら表示しているということですね。 まあこんな感じで実行しますと、このような数表ができますということです。じゃもう一つだけですね、えー、平均点というのがありますと。で平均点は、あまあ、アベレージという関数で、このように平均点が出せるんですけども、VBA で、えー、今度は足し算ですね、繰り返しを使って、それぞれを足し算をして、 で、最後に割り算をして平均を求めましょうというやり方を最後に紹介しています。で、プログラムはこのようになりまして、で、i と s と v と a を宣言をして、で、i というのは先ほど言ったようにカウンター変数ですので、えー、まあ、インテジャーで宣言します。 それから、総和を求めるときの変数、これは S ですね。今度、点数ですので、えー、整数型で、えー、良いと。それから、V というのはあ、インテージャー型で、えー、実際にその点数を拾ってくるときに、えーまあ、セルズのバリューでも拾ってこれるんですけども、えー、バル関数というのを、まあ、正式に作るとですね、えーまあ、数値に変換してくれると。 バルというのはまあ数値に変換するという意味ですけども、実際にバリューで拾ってくると、おまあ、文字列として拾ってきてしまうので、まあ、自動的に変換してくれますけども、バルという関数をかませると、えーまあ、実際に値に変換するということができるということですね。まあ、その例題になります。で合計を求めるときには、それを S にどんどん足していくということで、 1>, 1から10まで繰り返していうですね。で、最後に10で割って平均化して、その平均点を12の1に表示するということになります。ということです。で、これもやってみてください。まあ、この辺で、まあ、この辺までできれば今日は十分ですけども、まあ、できなくても、その前あたりで終わってもらってもいいので、 まあ、区切りがついたところでですね、えー、ちょっと終わってみてください。